響きはすなわち気持ちの表れだから、気持ちをもっと強く出したい。だからバリアントとしてもう一オクターブ上から来るとか、もっと響きを強く歌えるとか、そんなバリアントに変わっていきます。ショパンがショパンに出した最後のノクターンが18番、胡蝶々の作品62-2のノクターンです。胡蝶々ですからシャープが4つ、暖色系暖かい色調の響きです。で、まるでなんだかそれまでの過去のショパンの幸せな日々を振り返って懐かしんでいるかのような、そんな雰囲気もあります。続いて中間部に行きます。中間部が来て元に戻ってきます。過去を懐かしむように歌って、で気持ちを抑えてるんだけれども、でもこらえきれずについには溢れ出す。とても感動的なところです。で、ここでショパンはバリアントを書いて、すごく強い気持ちだったんだと思うんです。もう一オクターブ上に行くんですよ。ですから初期のキラキラキラという装飾音形の時とはもう本質的に変わってしまってるんですよね。バリアントを書きたいということが、でそれがすごくやっぱり私たちの胸を打つ気持ちが強く伝わって、